はい、今回は 3D レイヤーカメラのフォーカスの距離を簡単に設定する方法をご紹介していきます。まずセッティングを行っていきます。コンポジション、新規コンポジション、カット01で5秒のコンポジションを作成します。テキスト、真ん中に配置します。 3D のチェックを入れます。新規カメラも配置します。テキストを複製して空間を作っていきます。コントロール D、 P、 奥へざっくりと配置していきます。少しカメラを後ろに移動します。手前に配置していきます。さらに手前に配置していきます。そしてカメラにキーフレームを打ちます。3秒で最初の位置に。こんな感じですね。微調整を行っていきます。こんな感じとしておきます。こんな感じで奥行きを持たせてテキストを配置しました。この状態でカメラ、カメラオプション、被写界深度がオンの状態で絞りの数値を上げていきます。するとこんな感じでフォーカスの距離が短くなっていきます。一眼レフの単焦点レンズのような感じですね。こんな感じでカメラボケの表現を作ることができます。
こういったときに、このカメラの決め位置、ここですね。このときには、このテキストレイヤーにフォーカスを合わせたいので、まずこの、フォーカスを合わせたいレイヤーを選択します。さらにコントロールを押しながらカメラを選択します。フォーカスを合わせるレイヤーとカメラを選択状態にします。そしてレイヤー、カメラ、フォーカス距離をレイヤーに設定。これでバチッとフォーカスを合わせることができます。こんな感じですね。そしてこの決め位置の時に、フォーカス距離にキーフレームを打っておきます。さらに、この段階で、例えばこのレイヤーにフォーカスを合わせたい場合、このレイヤーを選択して、さらにカメラを選択。レイヤー、カメラ、フォーカス距離をレイヤーに設定。こんな感じですね。フォーカス距離にキーフレームが打たれています。こんな感じでフォーカスを移動させることができます。次に、まず一旦このキーフレームは削除しておきます。またこのレイヤーですね。と、カメラを選択状態にします。レイヤー、カメラ、フォーカス距離をレイヤーへリンク。これを使用すると、カメラがどこに移動してもこのレイヤーにフォーカスを合わせ続けるといった設定となります。こんな感じですね。ずっとこのレイヤーにフォーカスが追従しています。これはフォーカスにエクスプレッションが打たれていますので、解除する場合はエクスプレッションを解除します。こんな感じでフォーカスの距離を簡単に設定することができます。今回は以上です。またお会いしましょう。